観音菩薩、観音菩薩、観音菩薩は仏教の菩薩の一尊。観世音菩薩、または観自在菩薩ともいう。旧世菩薩、癖菩薩、癖菩薩など多数の別名がある。一般的には観音様とも呼ばれる。観音菩薩の起源は定説がない。岩本博はインド到着の女神が仏教に取り入れられた可能性を示唆している。 エローラ石窟群、サールナートなどインドの仏教遺跡においても、観音母薩像とおぼしき仏が発掘されており、ゾロアスター教において、アフラ・マズダーの娘とされる女神アナ・ヒター・やスプンタ、アール・マティとの関連が指摘されている。サンスクリットのアバローキテイシュバラを、現状は、観察された、と、自在者の合成語と解釈し、み、自在と訳した。クマラジュでは、 完全音であったが、現状は古く、高声音、完全音、完全音自在などと簡約しているのはすべて誤りであると言っている。一方で、中央アジアで発見された古いサンスクリットのホッケ行では、アバローキタズバラとなっており、これに沿えば、観察された音、声と解され、また古わけでは、高声音菩薩の訳語もあることなどから、 異なるテキストだった可能性は否定できない。なお、現在発見されている写本に記された名前としては、が、最も古形であり、老系ーーュチャンドラは、この表記が原型であったとしている。観音菩薩という呼び名は、一般的には、観世音菩薩の略語と解釈されている。日本語の観音は、観音の合音読みであり、伝状によって、 音が、呑になったものである。観音行などに基づいて広く信仰、礼拝の対象となっている。また、般若信業の冒頭に登場する菩薩でもあり、般若の知恵の象徴ともなっている。浄土教では、観無量、受経の説くところにより、阿弥陀如来の脇地として、聖子菩薩と共に安置されることも多い。観音菩薩は、大時代比を本税とする。中国では、 陸朝時代から霊元気、関世音王元気が残され、日本では、アスカ時代から、造造霊があり、原世利益と結びつけられて、時代、地域を問わず広く信仰されている。観音の今進みか、浄土は、高棚か、不堕落、と言い,い、華厳行には、南インドのマライノ利国の保奪を地下であると説かれる。儀教、関世音菩薩王浄土本縁行によると、過去世において、 チョークに、長ナというバラモンの子、総理であったとされる。彼には、即利という兄弟がおり、後の聖子菩薩だという。流行りと、即利は騙されて、無人島に捨てられ、餓死したが、流行りは餓死する寸前に、生まれ変わったら自分たちのように苦しんでる人たちを救いたいと誓願を立てたため、観音菩薩になったという。なお、父の長国は未来に釈迦として生まれ変わった。 チベット仏教では、チベットの国土に住む主条は、観音菩薩の所家と位置づけられ、チベット仏教の四大宗派に数えられる、ゲルグ派の行為の化身ラマで、民間の信仰を集めているダライラマは、観音菩薩、千寿千安十一面観音の化身とされている。巨匠であるラサのポタラグーの名は、観音の浄土である、ポータラカ、フダラク、にちなむ。チベットでは、 観音菩薩はチェーンレジーとして知られるが、これは身、自在を意味するを省略したものである。観善音菩薩は本来男性であったと考えられる。例えば、松原哲明は、本命のアバロ起キテシュバラが男性名詞であること、家言行に有望なる、男子、丈夫、観善音菩薩と書かれていることから、本来男性であったと述べている。また中村元によれば、 すなわち観音から発信されるイメージは男性名詞である、貴族、勇者を意味するという。しかしながら、中国では、地母観音などという言葉から示されるように、俗に女性と見る向きが多い。また、例えば地蔵菩薩を観音と同じ大非仙台の一、体として見る場合が多く、地蔵が男性の僧侶系の造用であるのに対し、観音は女性的な顔立ちの造用も、 多いことから、そのように見る場合が多い。観音行では、不女見得度者、即現不女見しかもため説法と、女性に対しては女性に変身して説法することもある。ため、次第に、性別はないものとして捉えられるようになった。また、高代に至ると観音を女性と見る傾向が多くなった。これは中国における観音信仰の一大聖地である、札楽山、石膏省。 長山群島から東シナ海域や航海にまで広まったことで、その航海安全を記念する民族信仰や道教の魔祖信仰などの女神と結びたためと考えられている。また、明王、僧王の町女である、明前という女性が二僧として出家、浄土し、観音菩薩となったという説話が12世紀頃に中国全土にいる不死、山法ま奉還の成立によって、 王女妙前説話が定着、美しい女性としての観音菩薩のイメージが定着したとする説もある。観音について説かれた仏教経典は数多いが、最古かつ最も有名なのは、妙法蓮華行観世音、菩薩不問品、第25、別名、観音行である。口述の33、未不問次元もこの経典のおさゆきに説かれている。 この略本と考えられている十句観音行や十一面観音について説かれた十一面観世音、菩薩随願めがいく徳洞に今がよく読書される経典であ。これらの経典は、不問品下文、観音行に、主情、婚約を被りて、無料の句、身に服、狭、乱に、観音の妙智の力は、よく世間の句を救う。観音は、人力を具足し、 広く佐氏の方便を周して、実法の諸、諸々の国土に、説として身を現ぜざることなし、主事の諸の悪手、地獄、鬼、畜生、生、老、病、死の苦は、もってようやくことごとく滅ぼせしむ。とあるように、観音の慈悲が広く、優れた、現世利益を持つことを述べている点が共通している。観音が世を救済するに、広く主情の寄婚。 性格や、仏つの教えを聞ける器に応じて、種樹の形態を現じる。これを、観音の不問次元という。ほっけ行、観世音菩薩不問品。第25、観音行には、観世音菩薩はあまねく主情を救うために相手に、応じて、仏心、正門身盆桜美など、33の姿に変身すると、説かれている。なお、観音行とは別に、密教経典。 節無下行にも三十三味の記載があり、両者は細部が異なる。各記参照。西国三十三書観音霊令三十三剣道などに見られる三十三という数字はここに由来する。なお、三十三観音、口実とは、この北ッ行の諸説に基づき、中国及び近世の日本において信仰されるようになったもので、あって北ッ行の中に、 これら33種の観音の名称が登場するわけではない。この不問次元の考え方から、6観音、7観音、15尊観音、33観音など多様多種な別味を派生するに至った。このため、観音像には基本となる小観音のほか、密教の教義により作られた11面観音、千寿観音など、変化観音と呼ばれる、 様々な形の像がある。阿弥陀如来の脇地としての観音と異なり、独尊として信仰される観音菩薩は現世歴的な信仰が強い。そのため、あらゆる人を救い、人々のあらゆる願いを叶えるという観点から多面多体の超人間的な姿に表されることが多い。その元となったのが三十三王元心像と言われている。 王元神とは相手に応じて様々な姿に変わることを言う。観音行の観音三十三、王元神の種類及び対応するフッツソン観音を以下に図とする。神言形では、聖観音、十一面観音、千樹観音、馬頭観音、如意輪観音、純太子観音を六観音と称し、天台形では純太子観音の代わりに、 福予検索観音を加えて六観音とする。六観音は、陸道輪廻、六道輪廻、あらゆる生命は六種の世界に生まれ変わりを繰り返すと、するの思想に基づき、六種の観音が、陸道に迷う主張を救うという考えから生まれた、もので、地獄道聖観音、ガキ道千樹観音、畜生道馬等、観音、修羅道十一面観音、人道順太子観音、 天と、にょい観音という組み合わせになっている。なお、千珠観音は経典においては千本の手を有し、それぞれの手に一眼を持つとされているが、実際に千本の手を表現することは、造形上困難であるために、東照大寺近道像やくず寺の、間室千珠観音座像などわずかな例外を除いて、四十二本の手で千珠を表す像が多い。完全音菩薩が千の手を得た。 言われとしては、トギボンダルマワケ、千樹千眼関税音菩薩、広志大園三武剣大悲心ダラニへがある。この経の最後に置かれた、大悲心ダラには現在でも、中国や日本の全州寺院で独唱されている。観音が、主上経家のために返事賜る七海。真言系の六観音に、天台系の福建作観音を加える。三十三観音、自己参照のうち、 白衣、羽衣、水月、洋流、天日下、げ、たら、青首、瑠璃、四道、自経、円光、遊儀、蓮伏せ、焚き火、瀬約の十五の変化見を言う。以下に列挙した三十三観音の名称は、天明三年、千七百八十三年に刊行された、絵師の土佐秀信が表した仏随、仏像髄、仏像髄という書物に、書斎のものである。この中には、 ビ衣クエ観音、タラソン、観音のように、インド起源のものもあるが、中国や日本で独自に発達したものもあり、その起源は様々である。白衣観音、洋流、観音のように、全集系の仏画や水墨画の高画題として、しばしば描かれるものもあるが、大部分の観音は単独での造像は稀である。三十三観音の名称現在のスリランカの仏教は、 神座部仏教で占められているが、勝手は、大乗仏教や密教が勢力を持っていた時代を経たこともあり、縄田、観音菩薩や、サマン、普遍菩薩への信仰が、小からずある。ただし、観音菩薩や普遍菩薩は、パーリ語経典には全く登場しない。なお、スリランカにおける、縄田、観音菩薩には、以下の次元がある。おさむき